33丁目駅は、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区にある、パストレインのターミナル駅である。6番街の32丁目と33丁目の間、グリーリースクエアの地下にある。この駅には、地上とコンコースをつなぐエレベーターが設置されており、また、コンコースとプラットフォームはほぼ同一面にある。なお、パストレインのマンハッタン側のターミナル駅としては、 もう一つ、ワールドトレードセンター駅がある。1910年開業時は、駅は33丁目にあったが、1939年に32丁目に移転した。移転後も、33丁目という駅名がそのまま使われている。この駅を発着する列車は方剛県業とジャーナルスクエア業の2系統であるが、深夜と週末、祭日はべての列車が放剛県経由。 ジャーナルスクエア行という形で運行される。ニューヨーク市地下鉄の34丁目、ヘラルドスクエア駅への乗り換えが地下道を通って可能である。また、この駅から1ブロックにし、道のりにして約400メートルのところにペンシルベニア駅があり、アムトラック、ロングアイランド鉄道、ニュージャージートランジットへの乗り換えができる。以前は当駅とペンシルベニア駅を結ぶ。 地下道があったが1980年代に治安上の理由で閉鎖されたパストレイン。ありがとうございます。